はいはいはい。じゃあこれ関係です。俺とカレンちゃん対決。じゃんけん、ほい。瀬戸くんが出ます。はい。まあ何回もやってりゃどっかで同じにはなるかもしれない。試合はね、なんか怪我してる、右手を腱鞘炎かなんかなって結構痛いらしく、しばらくは打てない。バド自体が、そうそうそう。で、イクチンとかなんだかよ、まあ多分、例えばあの一家はたまに練習いろんなとこ行ってるから、多分月曜日違うとこ行くときマジじゃないかなと俺は思う。で、大阪は知らない。寺尾はもうしばらくこっちに来ない。ん？寺尾って知ってる。ああ、そうそう。寺尾はしばらくこっちに来ない。そうなんだ。東の方で練習するらしい。あと誰か三谷君は仕事が忙しいらしい。先週来てたけど宮田は何だろう。宮田君なんとなくこう隠しで見てみよう。そうですね、イメージはそんな感じ。
台湾に行ったり、まあ、ここ来たり、あとはなんだろうね、チハリンとヨウでもあるんじゃない。かなんか飲み会とかありそう、あいつ営業だから。ハマったと思ったね。うん、かな。あと誰いたっけ。そんなもん。ここ最近で来てるな、そんなもんか。西船あたりでなんか練習できる、こういうふうに活動する、ご存知じゃないですよね。なんで知らないなぁ。千葉、千葉方面じゃない。バドミントン、ないだろう。あ、まああるんだろうけど聞いたことない。ギリのライン、なん落ちてみないと分かんないぐらいギリ。フォーティーレブンです。なんで落とさないの。で、なんで今のでマイクの。Yeah.